久保さん世の中矛盾だらけですね。はい。知っててもやらない。気づいてもやらない。はい。やらないですね。だからいいんじゃないですかね。だからまあ、やろうって、やろうぜっていうのは、お困長者合宿で言い続けますけど、多分100万回言ったとしても、やる人ってほんと一部なので、だから逆に言うとラッキーですよね。本当に、僕たちって。 まあやりましょうっていう動画を撮ってやってるので <laughs>、まあどんどん差がつくし、まあやったとしてもあと計測できる人も少ないので、本当に一部しか稼げない理由ってそこしかないんですよね。だから、や、や、まずやる人が十十 10, 10分の1いるかいないか。 で、その10分の1いるかいないかの1の確率でもその1がまた継続するかっていうのがまた絞れるので、だからまあ、本当ラッキーですね、逆に。これね、やりましょうっつって、わかりましたつってみんなやり始めたらね、久保さん、逆に大変になりますよね。みんなライバル吹いちゃうんで。うん。これがね、あの、社会の縮図ですね。うん。だからまあ、本当に、 あのやった人だけが全てを手に入れるっていうねあの、本がありましたけど、もうその本のタイトルで完結している本なんですけど、も、<laughs> 本当結局全てあ、すぐやった人だけが全てを手に入れるっていう、もう一言で集約されてますね。多分あれ30万部ぐらい売れたような気がするんですけど、うん。だからまあ、結局時間ないのに、時間ないことも分かってると思うんですよね。考えれば。 なんか日々なんか永遠に時間があるように思うかもしれないですけど今年もねもう2021年3ヶ月終わろうとするんですよあと1週間ぐらいでしょ 3, 3月もめちゃ早ないですかもう3ヶ月ですよ2021年超早じゃないですか久保さんもどんどん還暦に行くわけですよね50、まあ、まだまだですけど多分60歳とかあと10年なんかあっという間ですよ うんだから僕もほんとねあと20年したら60僕もあと20年ぐらいしたら60か久保さんあと10年ぐらいで60ですけどほんとあっという間ですよまあ多分久保さんも僕も生きていればまあこのやり取りしてると思うんで久保さんもう還暦っすかみたいなね多分なんかやり取りしてると思いますけどねそう久保さんがね今黒く多分染めてると思いますけど 黒く染めなくなったら結構だいぶ白髪になってんじゃないですかね <laughs>。僕もね、ちょっと白髪、まだまだ大丈夫か。まだそ僕染めてないですけど、そのうちまあ白髪というよりか髪の毛がなくなってるんで <laughs>、髪の毛が耐えられるかどうかですね <laughs>。久保さんはハゲになることはないでしょうね。なんでまあ、僕たちはやります。 っていうことで締めましょうか。僕たちはやります。い,いってらっしゃい。